ナパテプチイーシュ。俺様を召喚するとは相当な魔術の使い手のようだな。だが勘違いするなよ。この世界に来てやったからといって俺様を従えることができると思ったら、あれ、なんだこれ、うわ、俺様の体ちっさー。あらあら、随分と可愛らしいご主人ですこと。魔術師の卵ちゃんってところかしら。できた。なんか小さくて変なの出ちゃったけど、初めて召喚魔術を成功できた。いかめしい俺様の姿がちんちくりに。な、おい小娘、悪魔を呼び出す剣に天使の召喚メダルをはめやがったな。天使のメダル？うかりさんですね。笑い事か。かわいい。おい、こすめ、ずるずるするな。ねえねえ、どこから来たの？プニプニするな。いいか、聞いて驚くな。俺様は地獄に住まう大悪魔様だ。殺されたくなかったら俺様をあがめと立てまつれ。そうなんだ、わざわざ遠くからありがとうね。こんな小娘が俺様を呼び出すなんざ何かの間違いだろう。まあこの俺様を呼び出して命があっただけでも幸運と思え。じゃあな、帰らせてもらう。帰っちゃうの？いつまでもこんな恥をさらせるか。あばよ。せい。あれ？それ。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 帰れない。小粒とはいえ一度に2体も召喚を。あいつばっかりみんなに愛されて、その上魔術の力までこされたっていうの？そんなの絶対ありえない。懐かしいですね。このお部屋に来るのは50年ぶりくらいでしょうか。私はソロモン、あなたは？私の名はカシエル、孤独と涙を司る天使です。よろしくね。君は？はあ、俺様は下等な貴様らに教えるような名前は持ち合わせちゃいねえ。彼は地獄の大公爵ファルネウスですよ。わあ、貴様、なぜ俺様の名前を知っている？つうか、なぜこの姿で俺様だとわかった？面影がありますから。あるか、そんなもん。ところで君たちは強いの？どうしてですか？私が強大な天使と悪魔を召喚できたら、この国の結界がなくなってもみんなが安心して暮らせるんじゃないかなって思って。強いの定義にもいろいろあると思いますが、この格好ではどうなんでしょう。おい小娘。何？俺様はふかふかのベッドでなきゃ寝れねえんだ。だから忠告しといてやる。国をぶっ壊されて宿なしなんて勘弁だからな。国が壊される？この国の中にとんでもねえ殺意を持った奴が紛れ込んでやがるぜ。そいつのせいでこの国はめちゃくちゃになってもおかしくねえ。まさか。ソロモンちゃん、悪魔の言うことに耳を貸してはいけません。何を企んでいるかわかりませんからね。だと
このチビ戦士、俺様あんなケツの穴の小さいことすっかボケ、ねえ俺様誰かをぶっ倒してとかやっつけてとかそういう感情に腹が効くんだ。確かに遠くにもいい匂いをした奴らがうじゃうじゃいるみてえだがな、そいつらが来る前に中からこの国は転覆させられちまうかもな。それが本当だとしたら誰が。そんなこと知るか、てめえの国の問題だ、てめえでなんとか知る。へえ、それにしてもこんなうまそうな殺意は久しぶりだぜ。ヤサン首都コアアラガンナビア、ワビシャタ、スレーブ・ルート・ネディフォ。いいか、レビー。この国の結界は隠し扉の先にあるオーブを源として作られているんだ。オーブ？ああ、その強大な力によってレシアルの平和が守られている反面、力が強大すぎるがゆえ危険なものでもある。王族とて容易に近づくことは許されぬ場所だ。よく覚えておくように。うん、分かった。力があれば私だって。